のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります脇一丁課にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあまずお名前と年齢を教えてください。はい、永田ありさです。19歳です。19歳、はい、永田さんはどちらご出身ですか？阿蘇は宮地です。宮地なんですね、はい、永田さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経ちますか？もうすぐで1年になります。もうすぐ1年、はい、じゃあ高校卒業後こちらに、ね、はい、普段はどんなお仕事をされてるんでしょう？受付の事務をしてます。はい、どんなところが楽しかったり難しかったり？あ、最近患者さんが話しかけてくださって、うんうんうん、なんか世間話とかしてる時が、うん、なんか楽しい。最初はだいぶ緊張されたんでしょう？はい、しました。もうじゃあだいぶ患者さんとも、そうですね、近くなったと。はい、受付業務とかの何か難しいところって何か気をつけていることとかありますか？笑顔で対応することを気をつけています。じゃあちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、はい、まあね、まだ19歳ということで結婚願望とかはそんなには、はい、今はないです。まずないですね、はい、まあ、でもゆくゆくは何歳ぐらいまでとか理想あります？理想は25歳くらいとか、はい、じゃあもし、理想の人と出会って阿蘇市でデートするならどこかおすすめのとこってありますか？中町通りとか行きたいですね。いいですよね、こう街巡り歩きながらデートいいですね、はいはい、では、最後にですね、こちらのカメラに向かって、はい、お勤め先の PR をお願いします。あ、脇胃腸科は胃や大腸の内視鏡検査、外来診療を中心に行っています。健康が第一ですが、何か不安がある際は早めに来ていただき、優しい先生とスタッフで対応させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、最後、実はこのコーナー決めポーズがあるんですが一緒にしていただいていいですか？はい、はい、じゃあ永田さんは左目でこうピースで、はい、でせーのフレッシュマンでカメラポーズでお願いします。はい、はい、今月のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります脇胃腸科にお勤めの永田さんをご紹介しました。いきます、はい、せーのフレッシュマン。さよなら。